こんにちは、絶景プロデューサーのしほです。今回は数年に1回しか見られない雪の鳥取砂丘の光景をご紹介します。2月中旬の深夜、数年に一度の絶景を求めて京都から鳥取へ。深夜1時に京都を出発し、3時間半かけて鳥取砂丘に向かいます。駐車場について少し仮眠をしたので、現在朝6時過ぎ、まだ空に月が見えます。駐車場の雪は溶けていますが、屋根がある部分はまだ雪がふかふか。果たして砂丘にも残っているのか。空が明るくなってきたので、砂丘の中へ向かいます。Welcome to Tori Sand Dune! イエーイ。階段には砂丘で遊ぶ注意事項が鳥取の方言で書いてあります。ドローンも飛ばせるんですね。あとは英語でも注意書きがしてあります。そしてついに砂丘の入り口に到着。滑らないように。怖い怖い。わっ、おお気をつけていたんですが、見事に滑ってしまいました。気を取り直してお目当ての砂丘の様子はというと、やったー、一面見事に真っ白な光景です。思わず駆け出す友達、そして撮影がしたいので駆け出せない私。日の出前だというのに多くの人が写真を撮りに来ています。本当に一面真っ白。少し前の日の足跡も残ってるけど、まあいっか。日の出が近づいてきたので空が色づいてきました。日の出前に砂丘の一番高いところまで登ってみます。登りきると目の前に広がるのは広い日本海。海沿いなのでめっちゃ寒かったです。鳥取砂丘に来るのは3回目ですが、海の目の前に本当に砂丘があるんだなぁと改めて実感。頂上からは雪化粧をした大山が見えます。標高1709メートルを誇る中国地方で最も高い山。海の反対側、登ってきた砂丘側を見下ろすとこんな景色。映ってるちっちゃい黒い点が人間。人が豆粒のようです。そして午前7時過ぎ、ついに太陽が顔を出します。やっぱり太陽ってあったかいですよね。寒かった。この日は0度ぐらいでした。全景がもう一度見たくて再度下まで降ります。本当に青と白だけの世界。いや、なんか見えましたよ。このちっちゃいのが人間でした。本当にちっちゃい。私も同じサイズなんでしょう。もっと入り口側まで戻ると砂丘と海を一緒に見れます。本当はもっとすごいんですけどね、写真や動画だとあんまり伝わらないんですよね。この広大な規模感、伝わりますか？さて、もう一回砂丘のてっぺんまで登っていきます。こんな感じで左から右に登ります。ガシガシ登っていきます。少し足跡が残ってるけど、これをの景色も独り占め。ここ鳥取県ですよ、信じられますか？ちょっと私の影が映っちゃってますが、今回の動画ほぼ iPhone で撮ってるんですが、広角すぎてね、よく自分が映っちゃいます。左からはまた違う景色が見れましたね。そしててっぺんから再び日本海。やっぱり太陽が出るとね、海の色も変わりますよね。眩しい。砂丘から見下ろすと人の足跡がね、アート作品みたいに見えました。本当は足跡がない光景を期待していたんですが、これはこれで面白い光景なので OK。 砂丘を歩いた時に撮ってもらった写真をご紹介します。赤いコートを着ているのが私なんですよね。このポツンと広大な景色の中にいる規模感、伝わりますか？ワンコもめっちゃ楽しそうでした。砂丘はね、ワンちゃんも一緒に入ることができます。時間を忘れて遊んだら、なんともう10時過ぎに。名残惜しいんですが、そろそろ帰ります。よく見るとね、雪も溶けて地面が見え始めています。この日はすっごい日焼けしてね、筋肉痛にもなってしまいました。数年に一度しか見れない雪の鳥取砂丘、いかがでしたか？ずっと見たいと思ってた景色だったので、本当に今回見れてよかったです。連れてきてくれた友達ありがとう。皆さんにもね、少しお裾分けできていたら嬉しいです。最後は鳥取砂丘からバイバーイ。
以上、絶景プロデューサーの千穂でした。雪の鳥取砂丘の景色を見るコツは別の動画で解説しています。ぜひそちらもチェックしてくださいね。チャンネル登録やコメントもお待ちしています。